自由と民主主義の宣言とは、日本共産党が1976年7月30日の第13回臨時大会において採択した文書である。日本共産党が将来にわたって自由と民主主義を擁護、発展させることを謳っている。巡航量的文書と称され、日本共産党の政策、政治路線はこれに従うものとされている。 1980年代にはあまり重視されなかったが、東欧における社会主義政権の崩壊を受けて、再び重視されるようになり、1996年に一部改定された。国民の最も重要な自由を、生存の自由、政治的市民的自由、民族の自由という三つに分け、まず、日本の現状はこの三つの自由が危機に瀕していると規定した上で、 日本史上の日本共産党や共産主義者はこの三つの自由の先進的な擁護者であったとする。また、科学的社会主義において本来自由と民主主義はどのように扱われてきたかを述べ、ソビエト連邦などの事態がそこからの逸脱であることを示唆する。これらの叙実を受けて日本共産党が民主主義革命の段階においても社会主義、 共産主義の段階においても、三つの自由に代表される自由と民主主義を用語、発展させるという立場を宣言する。この文書内の、四、自由と民主主義の確立と発展、開花を目指してにおいては、将来にわたって、用語、発展する国民の自由や人権について、以下のような内容を明記している。 もっとも、同宣言は、大企業による経済支配と対米従属の結果の結果、国民の生存の自由が侵害されてきたとして、民主連合政府による国政の革新は、これまでの大企業本位の経済政策に代わって、国民本位の経済民主主義を国の経済政策の基本に据え、大企業に対する民主的規制を通じて、その横暴な経済活動を抑制するとしており、 第一段階で大企業に対して民主的規制を第二段階の社会主義日本では大企業の支中にある主要な生産手段は社会全体の所有に移され国有化が必要となる場合にもその対象となるのは大企業の手にある主な生産手段として搾取の自由を認めないとして大企業の生産手段の国有化を排除していない九百七十年代初頭に入ると それまで展開してきた高度経済成長の歪みとして、公害問題や各地で市民運動が高揚する中で、左派勢力が伸長した。これにより、日本共産党やかつての日本社会党などが各地で支持を集め、多くの革新自治体が生まれた。これとともに、社協共闘と革新統一も進み、当時左んに言われてきた民主連合政府という構想が台頭した。 これに対し、自民党や財界などは、マスコミ等において、産経新聞事件などをはじめとする、自由社会を守れキャンペーンを展開し、共産主義イコール左翼の全体主義という図式として、共産党や左派勢力をそぐことに傾注した。また対外的には、ソ連や中国における一党独裁政権下による人権蹂躙が横行する中で、この文書は、 そのような動きに対抗する形で作成された。内容からして民主連合政府構想を樹立するため、日本共産党の政治路線をアピールするものであった。内容は路線転換などではなく、61年考慮以来の路線の総決算として出したものであると言っている。ソ連の流れを組むマルクス主義においては、近代民主主義をブルジョア民主主義、 革命以後の民主主義をプロレタリア民主主義として両者の断絶と飛躍を強調し前者の価値を軽く見るものが多かったが反対に日本共産党のこの宣言においてはブルジョア民主主義という概念を消し去りマルクス主義並びに日本共産党は近代民主主義そのものの擁護者でありその発展と継承をしたと強調しているありがとうございます